おはようございます。7月30日5時16分でございます。ええだね、16円見えてきましたね、えー。ずっと私が申し上げてる通りに値段推移してると思いますけども、えー、追っかけてきてくださってる方、ちゃんと仕込んでますかね。仕込むのはだから6円から8円の間だったでしょ。6円から8円の間で遅くとも仕込んでいただければ、まあ、今ね、倍になっていたということなんですよ。その頃100万で仕込んでいたら今200万でしょ。 うん、まあでも勇気は出ないんですよね、なかなかね。まあ、その時ね、1万円とか2万円でもやっといたらいいですよって言った方、あいかがでしたか、ちょっとだけ儲かっているような気がしますよね、はい。これをちょっと忘れないでいただきたいと思います。現在、15円21銭です。で、92日足を見ていますと、本当にはっきりしますね。えー、3ヶ月前、3ヶ月前に4円から6円の間が仕込み時だよと言った後でブレイクして。 その後八8円から10円で仕,込みだで仕込み時ですよって言って、それでまたブレークして、12円から14円ですよって言ったのは、つい先週のことですよ。つい先週、12円から14円で買い増し、買い増しというふうに申し上げていると、今、14円から16円のフェーズでしょ。だから、どこで買ってもね、結局、利格なんですよ。で、このまま20円とかに乗っていくと思いますし、私は今年中に20円から40円の間に行くと、幅広いですけどね。 20円から40円の間に、えー、今年中に行って落ち着くんではないかなっていう大枠の予想は立てていますけどもこれはだからね適当にそう思ってるんじゃなくてずっと今までの推移を見てですよ180円あ180日足見てくださいこれこの上昇もう細かくは言いませんよもう何度も言ったんでで1年足を見てみますね1年えこれが1年ですかねうんどうですか5円前後で推移してちょっと値上がったと思ったらあー下がってですねそこからグイッとね上昇してますよね右側の方うん まあ一応全部見てみましょうか。全部を見ると、左側の方に大きな山があって、バブルがありましたと。でえ、肝心なのが25円から50円の間ですよね。えー、あのちょっとした山があるでしょ。うん、30円とか35円ぐらいで、山があるでしょ。うん、ここですよ、注目すべきは。そこからあ下に下がったんですけども、結局、売らない人っていうのが一定数いるんですよ。で、2円から。 2円4円の間でずーっと推移していて、これ、売らない人のおかげなんですよね、でステーキングっていうのも入ってきたりとか、いろいろしましたけども、ここから実体価値をどんどん,どんどん帯びてくることだと思います、ただやっぱりね、エイダがね、金銭のようにあっちこっちで使われるっていう日はまだまだ遠いと思いますけども、もっと前段階の地盤が作られているところですよね、まあ、それにしてもね、えー、エイダだけは仕込んでおこうかなっていう方、これからもっともっと増えると思いますんで。 えー、チャンスが広がるんではないかなと思います、まあ、1ドルラインまで行くのはまだまだ先だと思いますけども、うん、まだねまだ注目度が低いうちにやっていこうと思いますどんどん仕込んでいこうと思いますで、あのー、皆さんにちょっとねこれちょっと参考にしていただきたいんですけどもこの暗号通貨の特定の通貨の YouTube が増え始めた時っていうのはもうね手遅れな時ですその時はその時はどんどん売っていきましょうでそのタイミングいつ,いつ来るか分かりません確実に1ドルを超えたら1ドルですね 100円あたりを超えたら YouTube を量産する人が増えるはずです。でもその時は売り時なんですよ。私はそこで利確をして、まあ、ある意味ね、離脱して暗号通貨を終わろうかと思います。えっ、ー、とね、私の今のエイダのね、保有状況を見ていると、全決済でもう退場でもう一発 OK なんですよね、うん。それほどまでにコツコツと仕込んでおきました。FX で稼いじゃ、エイダに放り込んで。 アフィリエイトで稼いじゃん、エダに放り込んでっていうのをね、本当にあのドルコストみたいな感じでやってきましたからね、えー、一定の金額が貯まったら、それはエーダに入れていくみたいな感じです。コツ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 やってきました、本当に。えー、多くの方がね、エーダとか暗号通貨に興味を失っている間が仕込み時だったということですよね。はい、それではまた放送続きますので、ご覧いただければと思います。失礼します。